皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回もマイク・クインシー氏のハイヤーセルフからのメッセージをご紹介します。2021年4月23日のメッセージ。すべては正しい方向に向かっていきます。生命がいわゆる普通と呼ばれる状態に戻り始めるようにです。しかしウイルスはあまりに多くの変化を起こしたため、以前いたそのままの世界に戻ることはもはやできないでしょう。ロックダウンによって皆さんは生活の質が向上することに気づきましたし、変化はすでに始まっているのです。すでにお気づきとは思いますが、小さいことは美しく皆さんのニーズに寄り合っていたということです。ですから多くの企業の業用があまりに大きくなり、維持することすら難しいことが証明されたため、規模の縮小に勤しんでいます。このような変化は皆さんが今まで頑張ってきたやり方を変えるきっかけになります。今でさえあなたは新たな仕事の方法を打ち立てることや、宅配がもっと多くなる時代の潮流に巻き込まれています。一方その欠点は、不必要なほど広範囲で高圧的と思われるコントロールを導入してしまったことです。もちろん一時的な措置もあるので、生活が楽になるにつれ不要な拘束は徐々になくなっていくでしょう。人々は以前よりも長い期間にわたり密接な関係になることで、自分自身について多くを学びました。生きる糧を得るためにあまりに長い時間を浪費し、人との関係を犠牲にしてきたことに人々は気がついたのです。しかしそれは人々が個人的なニーズにより多くに時間を割けるようにするため不可欠な変化なのです。アルバイトは好まれますが、すべての作業ができるわけではなく、常に例外があることは明らかです。在宅勤務は誰にでも合うやり方ではないのですが、今はこの段階にとどまっています。これらはいわゆるメルティングポットで、どうやって企業がこの種の変化から復活するのかはまだわかりません。あなたは人々の食習慣の変化を見ていますが、これもロックダウンの結果の一つです。ビジネスがいわゆる通常に戻るまで、あなたが経験したことがどのような結果になるかはまだわかりません。通常男性が携わる仕事により多くの女性が入ってくる傾向が続いていることを私たちは見てきましたし、今後も続くでしょう。このような変化は常に起こっては消え、新しい世代ごとの移り変わりを表しています。事前の選択というのは、人類の将来が前もって計画されている場合にも役立ちますし、進歩し続けるために必要となる新たなアイデアやトレンドの到来を確かなものにするためにも役立ちます。もちろんコテスラ氏は発明者として、人類が将来にわたり進歩するために必要なものを予見する素晴らしい記憶力と能力を持っていました。もし実際に使われたなら、人類の進化に多大な進歩をもたらすであろう膨大な数の発明の特許を取得しました。電気自動車などのように、すでに人類の進化を支えた発明もあるのです。彼は人類に利益をもたらしてきました。イルミナティが干渉するためではありません。しかし、妨害するいかなる企みがあっても、高度な波動の到来とともに来る、もっと大掛かりなことに備えるために、あなたは前に進まなければなりません。何事もあなたの進歩を完全に止めることはできないのです。高次元の力は、すでに運命づけられた人類のための将来計画に着手しています。今のこの期間は、いわゆる成人となるための序章として運命づけられていたのです。それは銀河の一員となるための最初のステージなのです。それはあなたの運命であり続け、達成に近づいています。なぜならあなたは2012年の目標を達成したのです。これから起こるであろうあなたの進歩に必要な変化を確実にするために、こういうやり方であなたを後押しすることは下品な方法ではなかったのです。
現状を考えると、どれだけ達成できるのか疑問に思うかもしれません。でも安心してください。すべてはうまくいっていて大きな計画が突然明らかにされます。すべてはあらかじめ計画されており、あなたを手助けし、次に来るものが何かを教えてくれます。あなたはドリームランドと呼ばれるところに住んでいますが、そこはあなたができる限りの発展をする後押しをしてくれるところです。将来は墓に入ることだけだと思い込む必要はなく、もっと柔軟に考えてあなたの究極の目標や運命に向かって歩み続けてください。あなたは決して自己責任の名のもとに置き去りにされることはなく、いつでも銀河の家族から必要な援助を受けられるのです。物事はどうなっているのか、どうすれば良くなるのかを学ぶための厳しい時代を、あなたは抜け出したばかりです。またあなたが求める、平和な世界に導く他の道を選ぶ準備ができています。対立と戦争の時代は終わりつつあり、ついにあなたは世界平和を達成するための唯一の方法が分かったのです。それは友情と協調を通じて、世界の富を人々が分かち合うことが特に大切だということなのです。あまりに長い間、世界の富は非常に少数の人たちの手の内に握られていました。彼らは自分たちだけのため、そして独占するために、自分たちだけの利益となるように金融市場を操作してきました。世界の富は例外なく、すべての人の利益のために使われるのです。世界の気候変動が生活のすべてに影響を与える中、あなた方の中には動物たちに何が起こるか疑問に思う人もいるでしょう。いくつかの動物はとても適応力があり、ほどなく生き続けられるように順応することができるのです。過去に何度も起こったように自然に淘汰される場合もありますが、必要に応じて復活することができます。絶滅したと考えられている種が、突然復活することがあなたの時代にも起きているのです。人間は野生動物を飼いならす手助けをしてきました。動物は家畜化されるにつれ、その魂は群れに戻るのではなく、個別の魂になってゆくのです。皆さんに愛と祝福を残し、光が皆さんの日々と完成への道を明るく照らしてくれますように。このメッセージは私の自己を通したものです。そして、すべての魂は神と同じつながりを持っています。愛と光の中で。いかがでしょうか？すべての富の再配分はいつ行われるのでしょうね。その日を待ちわびている方も多いのではないでしょうか。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。